YouTube 頑張っていきたいな。なんかやっぱ3月に向けてさ、頑張っていきたいのにな。なんか閉塞感があるよな。なんかちょっと新しい風吹いたらいいのにな、来週に。うん。え？どこにどこにせ？こいつ新しい。風が着地したで。あ、どうも。ご無沙汰しております。しがない数学とです。おー、しがない数学とだということで、準メンバーが増えます。ライジュチャンネルね、メインメンバー、今井壁、ベテランチとはということでやってるんですけど、うん、まあ、サブメンバーみたいな、いっぱいいまして、うん、アイデア完了だの、そうやな、夏ミートだの、増えました。はい、おー、以上です。研修期間なく済ましました。済ました。はい、あ、研修ははい、あの皆さんちょっと動画見てくださってる方は、うん、僕とカベスがサムネになってるツイッターのクイズの動画で、編集者がね、ハテナハテナハテナってなってるコメントとかでも、うん、誰やみたいな、うん、こいつでした。ありがとう、やらせていただきました。もともとしがない数学とくんという YouTube 何万人ぐらいですか、登録者は。11万人ぐらい。そうですね、もう一緒やん。来週と一緒。正直少数点以下まで今一緒だと思います。ま、そうなんや。めっちゃバズって APEX みたいに東大入試解いたりとか、伝説の動画を数々残してバズってたな。でもなんかまあちょっと繊細なとこがあるんで、はあ、YouTube やったりやらんかったりとかしてて、はい、そうやな。で、前からその編集とか得意なのは知ってたし、面白いっていうのも知ってたから、一緒に YouTube とかやりたいなと思ってたんやけど、うん、ちょっと俺が気使ってて、やっぱ個人のこと頑張ってほしいし、俺らが例えばじゃあ編集頼んでさ、時間奪ったりしたら悪いかなっていうので、うん、来週にも多分出てないね、一回も。ベテランチも配信一回しただけで、そうそう、動画自体は出てない。うん、距離ちょっとあったんやけど、ある時急に朝5時に電話かかってきて、うん、え、ちゃうで、それ電話 かける前に可愛い可愛いやり取りしてたやん。なんか LINE 来たやっけ、うん、LINE 来てん、最初どんなやっけ、見よか、ちょっと、うん、なんで彼が持ってるんですか。よくこういう感じで電話したよ。じゃあめっちゃ喜んでたから、その電話終わった後にエグいこと起きたみたいだ。うん、いや、えぐいよ。だって YouTube 能力で言ったら、来週の1位タイになる。いや、そうよ。俺より、下手したら、個人チャンネルも、動画のバズり方で言ったら、上なわけやから、うんうん、能力者手に入れた状態やから。うん、あれ、いつやっけ?12月15日に、まず俺から LINE して。ベテラチさんから LINE して、うん、てか、君は元気か?って LINE したら、気使ってるから、大丈夫かなって心配して。12月16日土曜日、うん、しがちゃんがあんまし元気じゃないかも、家族以外の人と喋ってなさすぎるのがまずい。まあ、岡山おるからね、うん、まずいな。で、それの5日後に突然、青松さんと電話したい、特に用があるわけじゃないけど、てんてん。かわいすぎ。かわいい。付き合いそうや。付き合いそう。で、青松さんが、え、いいよ、もちろん。したら、午前3時27分。何時くらいなら空いてますか?午前5時49分。今日かな?今日やと遅い方が良くて、結構日々のスケジュール次第な感じはある。けど、いつでも喋りたい。あ、それか、今からでも俺はいけるよ。眠くなければ。さっき起きたところ。もう、即レス、今いけます。今いけますって。そんなこと言ったか。で、電話が始まってって感じやな。両方可愛いな。で、俺朝風呂入りながら電話したら、なんかほんまにその人と喋りたいだけなんかなと思ったら、青松さんと喋りたいって言ってから、喋るまでの期間で、こいつが意思固めてて、家におっても、自分の YouTube もなんか、やる気でなくてやらないし、なんか何もしないんで、ちょ、来週の仕事手伝いたいっす、みたいな。自分から言ってきて。それはもう、いつでも頼むよ。ありがとう。うん、学年で言うと、僕らの2個下、とはの1個下、夏ミート世代で、喋、うん、れる友達がなだに4人ぐらいしかおらんかったんやんな。まあ、2人です。2人のうち1人がワイワイやもんな。はい、そう。ガーファでおなじみ、ワイワイ。ガーファでおなじみ、ワイワイ。はい。で、1回その俺のチャンネルの子ちゃんの配信出てくれた時に、うん、こいつが修学旅行をサボったみたいな。はい。サボった。高2の時の北海道に行くはずの修学旅行を休みたい。うん、言ったらまあ先生にちょっと呼び出されまして、どうしたみたいな、うん、話聞こかみたいな、あれ、まあ、さすがに話聞こかって言って、もう何の理由もなく普通に行きたくないですって言って、別にいじめられてるとかではないし、別になんか特別嫌なことがあるとかじゃないけど、うん、なんかふんわり行きたくないみたいな感じで行っても納得してくれへんかったから、うん、ちょっとぐらい嘘つこうかなと思って、うん、飛行機が怖いですっていう。そうやな。まあ、どう考えてもまあ、嘘ではあるけど、それで一応まあ、納得っていう形で、修学旅行を休むことに成功したっていう。はあ、
すごいな。で、当時たまたま鉄力会に、まあなんか2ヶ月くらいしか通ってないですけど、短っかっていうか、岡山からよう行ってたな。そうですね。7終わって、その後、梅田で鉄力ね。梅田で鉄力行くっていうのを、まあ2ヶ月くらいやったんですけど、まあその期間やったんで、まあ定期もあるし、うん、まあ行かんともったいないんで、行ったら、そうか、学校はないのに、うん、午後から鉄力だけ行って、岡山から新幹線乗ってきて。そしたら、先生も、まあ、灘が修学旅行っていうのは知ってるから、そうね。あれお前灘やんな、みたいな。修学旅行は、いや、休みましたって言ったら、後ろの女子が、悲しい。ドン引きされた。マジで想定できたよ。想定できた。変なハートの強さあんねん。だから修学旅行休んでるくせに。で、この話聞いて、俺が配信で爆笑してたら、コメ欄で俺めっちゃ叩かれて、あ、なんで？お前にはこういう人の気持ちは分からんみたいな。うん、いや、分かるって、分かった上で、配信でさ、うん、強かったよな、とか言ってもしゃあないから、うんうん。ほんで、いじめではないからな。いや、そう。いじめで笑ってたら、うん、まあ悪いけど。だって、要は遊びにも誘われてたみたいな、どうですか？そうですね。遊びには誘われてて、まあカラオケとか。うん、結構行こうみたいなの言われてたんですけど、うん、カラオケってその灘から住吉に行くときにちょっと遠回りになるというか、その完全な途中にあるわけでもない、うん、逆側やもんなっていうのがあって、途中で外れるっていうのはちょっと遠回りっていうのが考えられなくて断って、え遠回りしたくないっていうだけで、だから途中の経路にあったらいいんですけど、え、分かってる分かってる、えめっちゃ数学やん、なんか、うん、なんか数学最短で帰りたいんや、そうですね。だから住吉にあるマックでご飯食べて帰るは大丈夫なんやな。でも結局だって2時間とかさ、うん、潰したら一緒やん。その間に移動がさ発生してる、うん、トイレとか行くかもしれんしさ、それええねん。まあそんなこと言われてもな。なんでこだわりやもんな。なんで怒ってるの？いや分かる。言われてもこだわりやもんな。俺もそうやったもん。俺も断ってた。カラオケ？うん。友達に。遠回りやから。嘘つくの。めっちゃ好きやろお前カラオケなんか。別に話しかけられたら喋ってた。話しかけられたら喋ってますけど、自発的にはいかへんっていう、うんうん、変なやつとしては多少知られてたというか、僕めっちゃ寝るんですよ今も。なんか1日12時間とかぶっ続けで寝たりするんですけど、わ、うん、かるよ。奈良って岡山から通おうと思ったら6時とか6時半とかに起きないといけなくて、うん、新幹線通学だよね、うん、新幹線通学実家から2時間弱くらいかかるんで、ってなるとやっぱり明らかに睡眠時間が足りてなくて、うん、でどっか授業中でもう寝るしかないんですよ正直で。まあ、どれで寝るかってなると、まあ、理系なんで、まあ、社会で寝るか、みたいな感じになって、うんうん、で日本史の授業、毎回、皆勤賞で寝てた。皆勤賞みんな眠る、うんうん。全部寝てて、でもなんか、それも先生もちょっとなんか面白がってくれてたというか、多少いじってくれるみたいな。うん、また寝てるぞ、みたいな、うん。ちょっと立っとけ。今ちょっと立たされて、うん。みたいなので、で、まあ、1年間それを続けてて、うん、で、まあ多分高2から高3になるとき多分社会の授業がなくなるんかな、うん、そうね、選択してないやつは受けんくてよくない、うんうん、僕臨性選択だったんで、うん、日本史はなくなって、うん、まあ最後の授業なくですその先生と。で、まあいつもいじってくれてるし寝方がおかしいレベルかおー、ね、さすがにここまでずっと寝てきた、ここまでずっと寝てきた、うん、で、寝てたらちょっといつもと違うトーンでおい、みたいな感じで言われて、あれ俺間違えたかと思って、最後やから、うん、起きる方か起きとかんとあかんかっていう、うん、スローサル開けたらほんまに怒ってて、おい出てけって言われて教室で出てくだされたっていう、寝起きでも頭が回っててすごいな、間違えたかってそんなん無理やろ、ね、今この両国のさ来住ドリームハウスにさ、はい、だっせー、うん、泊まってて、こないだ俺ら二人が夜中に来た時もすっごい寝ぼけたもん、寝ぼけてた、かわいいねんなこいつ、かわいいな、うん、寝ぼけるし、寝ぼけったらタメ口なるし、うん、え、かわいい、なんかずっといい女じゃない、いやずっとほんまかわいい女みたいな、喋、ま、りかけられたら喋るし、自分からは行かずにカラオケは断る、繊細やし、いい女やな、数学できるし全然いい女像から外れた、数学できるな、数学できる女の子って可愛くね、まあ可愛い、とにかく入ってくれると、まあ、もちろん動画には出てくれるってことやな、これから、はい、まあ、呼ばれればちょいちょい、はい、こっち出すから、ありがとう、お金ないね、お金何してんの、そう、何してんの、え、卒業はしたんやんな、卒業、大学は9月に卒業、秋に卒業して、秋に卒業しました、それは 1.5 流、1.5 流です。1.5 流して卒業。はい。うんうん。だってバイトとかな、して稼いでじゃない、実家暮らしやから、実家にやっぱお金入れなあかんってなったら、家庭教とかしてん、塾校とかちゃん。
まあ、塾校もまあ卒業してからしようかなと思って面接受けたんですけど、うん、落ちちゃって。ええまあ驚きなんですけど、まあまあ全然塾校が落ちたん。いや、わかんないです。わからん。いや、なんか会心の出来やったというか、できすぎた、うん、面接会心の出来で出来やったし、なんか実力テストというか、なんかさすがにある程度の学力はないと先生になれないんで、まあ、数学のセンターよりもまあ簡単じゃないの、うん、で、まあ、もちろん、まあ、余裕じゃないですか。落ちたな。いや、なんでかな。バイトは別に塾校以外もあるで、いっぱい、うん、飲食もあるし、まあ、飲食は無理や。無理やな、それはマジで。そう、飲食無理かな。こいつ以外は多分無理やし。そう、飲食無理か、うん、え、ってことは何？ニーツってこと？ニーツです。いいですね。嬉しい、嬉しい、はい。え、めっちゃ暇？めっちゃ暇です。マジでここ住んだら、うん、全然住んでもいいよ、うん、全然。でもこいつ繊細やから。確かに。東京もう耐えられへんくなって、もう今にも帰りそうらしい。え、もう帰りたい？はい。え、東京どういうとこがしんどい？東京やっぱ世話しない。いや、そうやな、岡山に比べたらな、うん、まだでも3日目とか4日目とかでしょ。4日目っすね。なんかみんな岡山に比べてキビキビ動いてる。おお、岡山だけ、うん、キビ団子の。そうそう、岡山城ってなってんの。すごいやん。おもんない先輩。すごいな。お前、おい。おい、お前。おもんない先輩。いやいや、ほら、帰りたいわ。映画。岡山でもな、ほんまのんびりしてるもんな。一、うん、回俺行ったんや、撮影で。うん、その動画はまあどっちからも上がってないんだけど。俺はもうほんまに不適合、二人とも。まだ俺がデータをダウンロードできてなくて。え、編集とかの前なんやな。前。でもほんま実家とか行って、うん、時間も遅いねん。マジで広いし、道とかゆるーく流れてんねや、時が。道も広い、道も広い。俺思った、道が狭い。おお、明らかに狭い。明らかに狭い。なんか裏路地みたいなのが錯綜してて、うん、時折臭い。時折臭いな、うん、帰ったらまた寝込むかもしれへんねんけど、岡山に。そうだな、元気な時に出てもらったり、編集してもらったり、企画を考えてもらったり、はい、サムネを作ってもらったり、はい、全部やん。すごっ、全部できるもんな。まあ、YouTube やってたんで。今もやってるって。それがでもでかいわ。YouTube をしっかりやっていたという。うん、そうやな、うん。え、一番回ってる動画って何万回やっけ？あ、400万以上。400万以上。すごっ、うん。いや、まあ、なんせ格上です。正直。ほんまそう。ブレーン完全な。え、その70回生の来週メンツとの関係性はどうなの？夏ミートとかは？夏ミートは僕名字石井で。それ言っていいの？あ、僕言っていいです。あ、そうね、石井で言ってます。で、夏ミートって夏ミートで伊藤じゃないですか、うん、で、中学の時同じクラスで、あ、出席番号順なんで、うん、石井と伊藤ってちょうど隣やったんです。お、はいはい、僕の前に夏ミートがいるっていう状態で、はいはい、やっぱ岡山でぬくぬくその育ってきた僕から見て、とんでもないのがいるぞと。とんでもなかったんや。さすがにとんでもない。確かに。さすがにとんでもない、うん、あいつ一人で世話しないもんな、うん、常に何かに焦ったような喋り方をしてるもんな。で、この来週で何回か話題になってる、その入学式で夏ミートの家族が門の前に白いロールスロイスを乗り付けてきたっていう、まあ、やばいエピソードがあるんですけど、僕もそれ目撃してるんですよ。すげえ、熱っ。僕と僕の母親がいて、一緒に目撃してるんですけど、まず白いのがガーってきて、こうやって一回のいる、うん、止まった。なんかすごい高貴な人が降りてくるんかなみたいな。せやな。せやな。貴族みたいな。貴族みたいなスーツ着たのが降りてくるんかなって思ったら、夏ミートの父ちゃんが降りてきて、うん、服装が下迷彩に財布チェーンやったっ。一心の会やな。うん。やばすぎ。やばすぎる。やばいとこ来たな、うんうん。カルチャーショックがエグすぎ。そうやな。それで同級生2人としか喋らなくなっちゃったんや。それのせいだ。え、でも夏ミートとも喋りましたよ、さすがに。喋ってたのか、うん、前後やしな、うん。とんでもなかったからな。なんか教科書配られてるじゃないですか、入学式の最初の方に。うん。でも書くスピードが。名前な。名前書いて。名前書いて。名前書いて。普通みんなこう一画ずつ書くのに。うん。そう、スピード競ってないよ。誰も。世話しないな。世話しない。で、なんかあと持ち物とかに、小学生の時ってなんか名前のシール貼ってるんですよ、ね、うん。中学でも貼ってて、まあそれもちょっとまあ多少珍しいな。まあそうですけど、普通名前だけじゃないですか。うんうん、伊藤夏実のシール貼ればいいのに、うん、これは伊藤夏実のものだって書いたシールを貼ってる。めっちゃ夏実やん。
喋り方今と一緒やん。なんこれ。いらんやん。名前だけでいいやん。これはと。そうな。まあそれ衝撃でしたね。衝撃やなって感じ。は最初に出会ったのがそれなの。怖。怖いな。ほんまマックスやで。それが。5年に1人ぐらいやから。うん。おらんもん。てかよう覚えてんなそれも。もう衝撃すぎた。さすがに多分父親も覚えてると思います。父親もなんか隣にいたんですけど。これは大物になる。って言ってた。喋り方おもろ。じゃあさ、YouTube の更新が半年ぐらい止まってると思うんですけどさ、はいはいね、半年で来たのか1年ぐらい ?9 ヶ月とか10ヶ月ぐらい。そうか。何してたんですか多分ファンはさ、寂しがってると思うから、確かにどうやったんかとかを聞きたいと思うけど。ほんまに何もしてない。長期企画とかをやってるわけでもないない。そりゃそうやろ、お前。いや、分からんやん、分からんやん。それは違うやろ、絶対。分からんで毎日なんかそう水分解しようかもしれへん。いや、もう、短期企画やな。短期企画やりながらできるからな。今思い返すと、その、どの一日二つ取ってきても、同じ一日やん。すごい。めっちゃ数学やん。数学やな、説明。任意の二日を取って、すべて。全部一緒。全部一緒。っていうのが続いてるって感じですかね。全部一緒っていうことを証明するために、任意の二つを取ったら差がゼロになるっていうことを言ってるんや。はい。うん数学やな、うん、全部一緒でいいのに、うん、いっちゃん楽しかった日はその9ヶ月であお卒業式の日えあ大学ね、うん、おお楽しかった楽しかった嬉しかったあ卒業できたあそうやんな、うん、1.5 流してるもん 1.5 流してる確かにやっぱ大学の卒業ってその開けるまで分かんないって部分があるというか加部さんも4単位足りてなくて、うんうんうん、それを気づかずに発表で気づくみたいな、うん、そう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 いうのが大学って起こり得るんで、うん、不安やもんな不安であるよなんか卒業式のお誘いメールみたいなのが届いてお誘いとかちゃうねん別にパーティーみたいな来ていいですよ来ないじゃないねん別にアメリカのパーティーじゃないねんかでよっしゃ卒業証書みたいなのもらって、うん、でウキウキでツイッター X に卒業したよ。おお、確かに。してたわ。してた、してた、してた。うん、あ、やっぱ嬉しかったやん。うん、うん、嬉しかった。すべてが同じの9ヶ月の、1日は朝から晩までどう過ごしてんの、はい、朝の10時とか、うん、11時ぐらいに起きて、で、まあご飯食べて、うん、YouTube とか生配信みたいなのを見て、うん、で、それで、ちょっと待って、なんか外で、両国特有の日本の歌みたいなの、うん、歌ってるわ。しがない数学と加入祝いやろやから。おお、お祭りや。本格的に始まった。うん、え、すごい。これで。どこまでしたっけ？昼配信。昼配信見て。うん。すごい。繋いでくれてる、繋いでくれてる。祭りが繋いでくれてるぞ。あ、散歩はするわ。おじいやん散歩する、うん、散歩して散歩してちょっとプログラミングとかもしたりする絵も描いたりするお趣味でな趣味で余生やななんかで母親の飯食って風呂入って寝うわマジじいちゃんやマジでじいちゃんマジで。マジで俺のじいちゃんとほぼ変わってなかったのテレビ見て塗り絵やってパソコンカタカタやってでもう飯食って寝てたからもうマジで一緒やったお前がおじいちゃんと一緒に住んでた時の、うん、お前が見てた当時のおじいちゃん当時のおじいちゃんと全く一緒早それでさこのままじゃあかんと思ってさ俺にさ朝5時に電話かけてきてんのマジで可愛くないだから、うん、てかすごいよな普通によく一年発起そう なんでなんそれはなんか母親と一応約束してることがあって、うん、僕そもそも卒業してニートしたいっていうのは母親に本当に言ってたんですよ一回ニートになってみたい一回ニートはしたい経由したいっていうのを言ってたあ、うんうん、もともと僕大学も行きたくないって言ってて、うん、でも母親に岡田行ったらみたいな感じで岡田行って、うん、でまあ卒業もさすがにしてほしいで卒業して、うん、ちょっとニートさせてくれんかとっていうのは言ってて、うんうん、で今年の4月からは、うんちょっとなるべくもう働いてほしいみたいな卒業してから半年は経ってるからみたいなのがあってでそれでやっぱアルバイトもうんあそっか塾校な応募したりとかして、うん、でちょっと焦りっていうのが4月は一応っていうのがあって、はいはいはい、4月までにちょっとお金をチラチラ稼いでおきたいなっていうチラチラねまあ実家住んでるとはいえ、うん、多少はやってるよと、うん、っていうのを見せときたいっていうのがありますねなる
るほどな。で俺が選ばれたんや、はい、塾校よりも受からしてくれそうな、はい、来週がいいねいつでも受からしたで、うん、誰でも受かんねんから、うん、来週なんだマジでありがとう、よくうちを選んでくれたね、うん、ほんまこれ動画見てる長瀬でほんま入りたいやつおったらいつでも来いよほんま両国、うん、ほんまそうかも、誰でもええぞ、うん、ほんまに、うん、もうなんか俺らと友達とかもう関係なくなってきた、もうこうなってきたら、うん、だから俺今日初対面を1時間前に会ってそうやな今動画撮ってるって、うんうん、どうファーストインプレッション、確かに、てかこいつらの印象聞きたいな、来週メンバーのでさ、まず動画で見ててどう思ってた、動画見ててやっぱツッコミやなっていう、おうん、まあそうやな、うん、拾うな、拾うな、うんうん、優しいからな、で今さっきちょっとご飯4人で食べてて、うん、拾ってたな、おー広い、拾ってた、やっぱこの3人でしか分かんないカメラ回ってないからできるボケみたいなのがあって、あった、大和田爆いじったりとかな、そうやな、あんませんからな、さすがに、さすがに、うん、トワンチンのトワンチンはトワンチンはちゃんとめっちゃいい先輩かわいい、心つかんだよ、うん、なんてかわいいやつなんや、すごいすごい、うん、すごい、ちゅチュってたチュされたすごいチュって、すごいチュってめず初めて会った時からすごい喋りやすくて、おんま、俺より正直俺はいい先輩じゃない、じっとすんなって、うん、アキラ、うん、やっぱちょっと時間にルーズすぎっていう、あちょお前人格をな、なんでこの感じでそこあんねや、いや分かってたっすけどね、な最初からもう了解はしてはいたんですが、うん、うん、そうやな、動画で見るより遅刻するもんな、まあ、動画間に合ってる状態しか映れへん嘘つくもんな到着時刻な、嘘ついてないで間に合うと思ってんねん、結果嘘なんね、結果的に嘘になるなっていう感じはあります、うん、でもこいつも岡山から火曜来るって言ってたのに、うん、水曜来てるからね、そうやなでも火曜来られへんかったけど水曜の始発で来てるから、そうほぼ火曜いやいやいや火曜の19時ぐらいに今起きたんで今日は諦めますでって来て、ってことは明日もこの時間に起きたら明日も来れへんやんけと思って、うん、ごめん始発で来てくれって何して始発で来て、だいぶルーズやな、ルーザーよ俺ら、やのに時間に言われ て悔しい9ヶ月動画出してないやつに、うん、こいつ来週に一応準メンバーとして入るっていうことになったけど、はい、なんか目標とかのこうしていきたいみたいな、やっぱ来週の新しい一面みたいな、おお企画 を発案するっていうのを通して、うん、そうね実現させれたら、企画がやっぱな無理やもん、足がないスヨットチャンネルも、うん、ショーツとかもねやっていきたい、はい、ショーツ担当大臣として、はい、そうやな、来週ショーツ担当大臣としてバズ担当やな、ほんまにこれから頑張ってもらいましょう、はい、ということで今後よろしくお願いします、お願いします。